パイセン、ちょっといいっすか？なんだい、後輩くん。表ではついに中国四国とパイプができたっすね。だね、この流れを大いに利用させてもらおうじゃないか。いいっすね。取材ついでにうまいもん食いに行くっすか？だね、出張の時の醍醐味だからね。何食います？おいおい、どこ行くかも決まってないのに、それこそ虎ぬたぬきの革山陽だよ。おっと、革山陽マスターのパイセンにそれ言われるとは思わなかったっす。未熟者め。いや、なんでそこで偉そうにできるんすか？それはさておき。置くんすね。行くとすればどこがいいかな？そうっすね、俺は総武に行きたいっすから、香川の城東町か愛媛の道後温泉とかいいっすね。おお、四国か。徳島とか高知にもあるらしいから、ぐるっと巡るのもいいかもだね。で、各地のうまいものも食べ歩くと。だね、香川でうどん食べて、愛媛だとポンジュース、高知だとカツオのたたきで、徳島だとナルトの渦潮。やっぱりせん、ちょっとイメージがベタすぎっすよ。てか最後のは食べ物ですらないっす。じゃあどこか行くことになったら地味に調べてくれたまえ。了解っす。高級料亭をググったらいいんすね。うん、任せた。あれ、いつもならおいとか言うくせに気前いいっすね。そりゃあ地味、中国四国地方を中心に全国展開している某ナイトレジャー系情報サイト3名義で領収書を切るから。おお、さすがバイセン、抜け目ないっすね。ぐっへっへ、値段を気にせず他人のお金で美味しいものを食べるって楽しそうだね。わあ、俺が言うのもなんですが、めちゃくちゃゲスな顔になってるっすよ。え、そうかい？人様に見せれるような顔じゃないんで、モザイクかけてるっす。え、ちょ、これでどうかな。いや、そこまで行くと逆にうさんくさいっす。難しいな。で、あれっすか、表で取材動画やってこっちでグルメ情報やります？領収書切るんならさすがに動画にしないとまずいっしょ。だね、僕の食レポスキルが発揮される機会がやっと訪れたわけだ。前にピロ式とか人工衛星まんじゅう食べた時はろくにレポしてなかった気が。大丈夫、次は本気出すと言って出してるの見たことないんすが。つまりそれだけ出会ってことだよ。それを拝めるなんて君は運がいいね。いや、言ってる意味が分かんないっすが。